人の心理を操る。マジシャンは手先の器用さがマジックの不思議さや驚きを生みます。加えて人の心理を巧みに操作しているところがあります。それに長けた人がよりマジックの不思議さや驚きを増幅しています。例えば指差しで目線を変えることによって観客の視線を操ることがあります。何気ない言葉によってあたかも予言を的中したかのような結果を引き起こします。すべてはマジシャンの手の内でパフォーマンスが行われています。人の心理を巧みに操作するためにはまず人間の心理を理解することが重要です。人間の心理は大きく分けて感情、認知、行動の3つの要素から構成されています。感情は喜怒哀楽などの喜び、怒り、悲しみ、恐れなどの心の動きです。感情は人間の行動や意思決定に大きな影響を与えます。認知は思考、記憶、注意などの心の働きです。認知は人間が情報を処理し理解するために必要な働きです。行動は人間が行う行為です。行動は人間の感情や認知によって影響を受けます。これらの要素を理解した上で観客の心理状態を推測することによって素晴らしいマジックが生まれます。観客の心理状態を推測するためには次のような方法が有効です。まず言語を分析することでその人の感情や認知、行動の特徴を把握することができます。例えば観客が嘘をついている場合、言語に不自然な点が現れることがあります。また観客の仕草や行動を観察することでその人の感情や認知、行動の特徴を把握することができます。例えば観客が緊張している場合、表情や動作に変化が現れます。それを察知することによって誘導しやすくなります。観客に質問して心理テストを実施することでその人の心理状態を直接的に把握することもできます。実施する心理テストによっては観客の認知や感情の特徴を的確に把握するのに役立ちます。結果、観客の心理状態を巧みに操作できます。そのためにも以下の点に注意すればいいでしょう。観客の立場に立って考え、その人の感情や気持ちに共感することが重要です。共感することで観客の心理をより深く理解することができます。また観客との信頼関係を構築することで観客が本心を話してくれる可能性が高まります。信頼関係を構築するためには観客に安心感を与えることが重要です。観客の本心を見抜くことができなくても視点を変えることによって観客の心理は明らかになっていきます。人の心理を巧みに操るにはこれらの事柄を理解し忍耐強く実践することが重要です。メンタリストとしての技法が相まって拍手喝采のマジックを披露できるようになります。